皆さんこんにちは、渡りくるびじです。では今回は新ギレンの野望ベリーハードチャレンジ続きをプレイしていきたいと思います。ギレン総帥の一年戦争シナリオのベリーハードにマフティをニューガンダムで介入させて攻略していこうというチャレンジ企画になります。今回第3回になるんですけども、ここまでですね、連邦軍のご覧の圧倒的な物量作戦の前にかなり押し込まれていてですね、地球上空の制空権は完全に失っています。部隊の方はですね、まずルナ2から発進してきている部隊を迎撃するためにサイド4でなんとか持ちこたえているという状況です。肝心のマフティの乗るニューガンダムはですね、今衛星軌道上、地球上空、ここの最終防衛ラインを守っているという状況です。では早速時間を進めていきたいと思います。まずモビルスーツはですね、高機動型ザク海、ここまで開発進めてますので、さらに開発を進めてですね、なんとか連邦軍にね対抗していこうという構えです。どこまで、持ちこたえられるかというのと、あと期待しているモビルアーマー、ザクレロ、ビグロ、このあたりがね、開発終了して完了して前線に出すことができればですね、また戦況も好転してくるかなと思いますので、まずそこまでしっかり持ちこたえたいと思います。でマフティはですね、補給ポイントを回りながらルナ2の方に戻しましょう。苦戦している友軍を助けに行こうという作戦ですね。マフティを介入させたこの補給ポイント3はだいぶ状況を好転してきました。ただ逆にですね、ルナ2から発進してきた部隊を迎え撃っているサイド4が危なくなってきているので、今度はですね、ニューガンダムのマフティをこのソロモン方面にまた振り向け直そうと思います。その間にモビルアーマー、ザクレロ、ビグロあたりがね完成してくれると、押し戻すチャンスもまた出てこようかなというところでしょうか。技術レベルはオール8まで上がってきたので、この後ねビグロ開発計画も、近いうちに来ると思いますので、ビグロを開発計画したらすぐに始めましょう。巨大レーザー兵器ソーラレイの開発を提案します。ソーラレイの開発来ましたけども、今ソーラレイにお金をかける余裕はないので、ソーラレイの前にモビルスーツ、モビルアーマー、これの生産と開発を優先したいと思います。モビルアーマー、ザクレロの開発完了しました。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。続いて開発プランですね。待ちに待ったビグロ来ました。ビグロはもう倍額投資してさっさと開発完了させましょう。今ビグロが喉から手が出るほど欲しいところになってますので、ビグロをね開発しちゃいます。量産するモビルスーツですが、高機動型ザクの改良型ザク2後期生産機、これに切り替えていきます。これを大量に生産して前線に、特に今ルナ2の方が危なくなってきているので、ここに送り込んでいきます。フラナガン機関より報告します。フラナガン機関は設立に投資を使ったので報告が上がってきてますね。フラナガン進めていくと、シャリアブル、ララ、クスコアルの3人のニュータイプが、そしてエルメスへとつながるモビルアーマーの開発も進みますので、これは楽しみですね。開発部より新兵器の開発プランが提案されます。開発プランも確認していきましょう。サイコミュー搭載実験機ですね、これも開発を進めてエルメスまで一気に開発プランを出していきたいところですよね。連邦軍ですが、ジムですかね、戦線に投入するようになってきています。まあ、なかなか連邦軍の
技術レベルに引き離されつつある状況ですけど、こちらもザク後期生産型なんかもね生産開始してますからね。待ちに待ったビグロの開発完了してると思います。確認していきましょう。ビグロですね。ビグロは量産する前に改造しておきましょう。火力を増しておきたいと思います。敵を一撃必殺で必ず撃沈してくれるっていうね、ちょっとそういう状況を考えておきたいので、先にビグロの兵器改良しちゃいましょう。出力強化、これにつきます。で、出力をマックス強化したら出撃するために生産を開始します。今回はもうちょっと全部開発にお金を回すんじゃなくて、ビグロの生産にお金使いましょう。うわ、2個しか作れないか。ビグロもっと欲しいな。ビグロので開発せっかく完了したんで、ビグロに人を乗せて前線に10機までね、生産できるというビグロなので作っていきましょう。早速ビグロには誰か乗せよう。誰がいいかな。デミトリーボラスキニフにしておきますか。で早速輸送します。ソロモニー2段後にビグロが到着します。さらにビグロは今ご覧いただいた通り生産も行ってますからね、期待します。マフティは今ここです。マフティを出してここから攻撃を加えて一掃しながらソロモン方面に向かいましょう。総帥、サイコミの実用化によってニュータイプの軍事利用は現実。フラナガン機関のイベントの続きですね。ニュータイプの実戦投入を許可。ニュータイプの実戦投入すぐにやりましょう。ニュータイプの力をもってすれば形勢は我らに大きく。これはまさにその通りですね。フラナガン博士にニュータイプの調整を急がせます。では生産についてなんですけども、ビグロは強化したので量産していきたいんですけども、やっぱり数も必要になってくるというのは、まあ、現実問題としてありますので、ビグロ1に対してモビルスーツ2ぐらいの、ね、生産割合で作っていこうと思います。まあ、とはいえもう資源が早速底をつきてしまったので、このターンでの残念ながらモビルスーツの生産というのは叶わないわけなんですけども、しっかりとその分技術開発に投資しておきましょう。少しターン進めましたので前線の戦況を確認しておきます。まず補給ポイント3なんですけども、マフティ介入させたことによって一気に状況改善してまして、現状余裕があります。ここはしっかりね回復ターンとしてですね、モビルスーツあとは戦艦の回復を行って敵の第2波に備えておきたいと思います。続いて補給ポイント4なんですけども、ここもマフティ介入させたことによって状況すごく良くなってます。なのでこのまま回復して敵の第2波攻撃に備えましょう。苦しいのがソロモンなんですけども、この後ビグロ、あとはシャー、ジョニー・ライデン3連星、この辺りが専用ザクに乗ってますので、その専用ザクに乗ったエースパイロットたちに戦況を押し返してもらいたいと思います。敵はすでにガンキャノンと、ジムなんかもね投入してきてますので、これと相対するという形になると思います。では進めていきます。ザクレロにはドズルザビ中将にまずは乗ってもらいました。モビルアーマー適性が高いっていうのはねドズルのいいところですよね。まあ、一時の苦しい状況をなんとか打開しつつあるというところでしょうか。敵もね
まあ、モビルスーツの生産が始まったことによる影響なのかどうかわからないんですけども、数の暴力というのが以前よりは少し幾分マシになってきているところありますので、選挙を、押し戻す好機到来というところだと思います。以前はね、サラミス、マゼランに合わせて航空戦力、これを大量生産、大量投入してくる中、その物流の前に圧倒されていたんですけども、現状マフティの介入もあって少しずつ戦況良くなってきているのかなという実感が出てま す, します。よっしゃ、リアブルが帰ってきた。今ブラウブロも生産するために開発を進めていますので、このシャリアブルは早速ブラウブロに乗せましょう。キシリアのニュータイプと接触してほしい。ニュータイプであるお前には可能なはずだ。まあ、シャリアブルに続いてララーもね、加入してくれると思うので、これにブラウブロあるいはエルメスといった機体を提供することによってマップ攻撃ができるので、だいぶね戦い楽になってくると思いますので、シャリアブル、ララ、これの加入を待ちましょう。監視しろとおっしゃるのですね。さすがだな。そういうこと。ビグロにはですね、早速モビルアーマー適性の高いデミトリーとか特番あたりを乗せて出撃させましょう。ビグロが今3機手元にある状態ですね。これは心強い。特番も乗せて行きましょう。これで前線にビグロ3機投入できるという状態ですね。ビグロは2スタックまで行けますね。なのでしっかりスタックはしていきましょう。ビグロの戦線投入で前線がさらに良くなってくれたらいいなというところですかね。いや、もう敵は HLV のこの大渋滞が発生しているので、この中に何が乗ってるかでだいぶ変わってきますけど、この数ですね。まあ、一時の厳しい状況を出しつつあるとはいえ、敵のこの HLV の渋滞を見ると、どうでしょうね。モビルスーツが満載されている可能性十分にあると思うので、まだまだこの苦しい戦いは続きそうだなという感じはしますが、マフティの方は今、このサイド方の攻防戦の方に移動中です。こっちに移動してきてもらって、敵をね、また一掃してもらえたらいいかなというところで考えてます。さあ、ビグロが前線に到着しました。ちょっとビグロには期待をしているので、かつですね、ビグロ自身、撃沈されてしまうととんでもない損害になるので、資源を考えた場合、まあ、活躍に期待はしつつもですね、あんまり前に出しすぎて、まあ、撃沈されてしまうっていうことがないようにですね、注意はしっかり払っておきたいかなというふうには思っています。本当にここでね、万々が一ビグロが早々に撃沈されてしまうなんてことになると目も当てられない状況にもなってくるので、そうならないようにですね、ビグロの位置にはですね常に気を使っていきましょう。なかなかビグロの、ね、量産が資源の関係で進んでいないというところありますけども、確実に1機ずつでも増やしていってますので、この中でどっかでねちゃんと機能する場面が出てきてくれたらいいかなと思ってます。これでビグロが今戦場に4機配備された形ですね。今のを合わせてマフティは今ここまで来ました。なのでマフティをこの辺りに配置して敵をね、一掃していく、上空に上がってきた敵を一掃していくっていう使い方を考えましょう。フラナガン機関より報告します。当機関で要請、ララーが戦場に投入できますね。まあ、ブラウブロエルメスに乗せたいんですけども、そこまでに時間がかかるようであれば、先にね、まあ、ビグロなんかに乗せてどっかで乗せ替えというのも考えておきましょう。アプサラスは、まあ、戦場が宇宙がメインというのもありますし、現状必要性はないので、特に行いません。マフティがモビルスーツ相手だと
フィンファンネルのマップ攻撃で一掃してくれますね。だいぶ効率が良くなるので、モビルスーツに、まあ、特に6スタックとかしてるところにフィンファンネルのマップ攻撃を当てていくっていうのをちょっと心がけたいと思います。で、逆に戦艦とかに関してはですね、モビルスーツザクとかで攻撃を仕掛ける、あるいはビグロで仕留めにかかるっていうことで効率を考えていきます。報告します。支持率低下に伴い将兵の戦意が低下し、支持率低下来てますので、これ演説で士気向上しておきましょう。開発部より新兵器の開発、ブラブロ来てます。これシャリアブル乗せましょう。まずは忘れないうちに演説入れておきましょう。3000円か。まあ、円じゃないかもしれないですけど、結構痛いですね。演説を入れておきます。人軍に対し演説を行う。人類は我ら選ばれた優良人種たるジオン国国民に管理運営されて、初めて永久に生き延びることができる。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、明日の未来のために我がジオン国国民は立たねばならんのである。兵士たちは戦いの意義を再確認し、はい、戦意が向上しています。あとはビグロとモビルスーツ、あと開発にお金を振っていきましょう。戦いの長期化に伴い戦場はあらゆる場所に拡大しています。モビルスーツの用途は多岐にわたり、全ての要求を満たすことは不可能です。この問題に対し開発部から極地ペズン計画が来てます。まあ、お金がある時にペズン計画は発動しましょう。予算の投入をご検討ください。報告します。モビルダイバーに関しても、まあ、急ぐ必要は全くないかなと思いますので見送っておきます。許可しますか。了解しました。開発部にはテストの中止を命じます。戦況を確認しておきます。一時の絶望的な状況はビグロの戦線投入によってだいぶ良くなってきてます。なので、まあ、このままですねビグロを使って、戦線を押し戻していきたいかなというところですね。一方でこの補給ポイント4がねまたちょっと激戦になりつつあるので、ここにモビルスーツを、さらに補給ポイント3も激戦になりつつあるので、モビルスーツを送っていきたいと思います。あるいはビグロをここに送ってもいいかなと思いますので、生産の調整をしていきましょう。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、今戦場にいるビグロ、これ、数全然足りてませんので、ビグロを量産体制してですね、全部で戦場に10機投入していきたいと思います。